どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはヒカルさん大好きさんとわらび餅あやたかさんからのリクエストですね。音坂選手を作っていきましょう。いやー、もうなんかね、こう下克上 DNA なんつってその時でも頑張ってましたよね。まあちょっとごめんなさい、この動画が出てくる頃にはもう特訓の塔に多分もうシーズン終わってるんですけど、間違いなく日本シリーズは。すいません。やっていきましょう。イメージとしてそうね、ダグアウトの向こうみたいな、そういう以前あった、DNA のがあったじゃないですか。そのなんていうか、選手一人一人に、一人というかその、ベンチ裏の選手になんかちょっとスポットライト浴びせるみたいな、そういう。あれでね、音坂選手ね、出てた、なんか、初打席ホームランかなんかしてたんだよね。だから、結構パワーに関しては結構あるんじゃないかな。いや、待てよ。改造行くか。久しぶりに。久しぶりでもないか。まあ、改造行っちゃいましょう。うん。思いっきり改造した方がいい気がする。さあ、行くぞ。あわよくば野良天才でもないが、あー、弾道1か。まあ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 、いいでしょう。とりあえず、ハテナは、あー、どうしよう。しょっぱなハテナ踏むか。よかった。やっぱりカードなくすことにね、恐怖を覚えてしまいますからね、こういうの。もうあっさりカードなくしちゃいそうで。とりあえずゴール。マップの形が良くなかったんでね、無理しない方がいいでしょう。ステージ2。特殊ステージ来るかな？例えば、ステージ2か3の段階で、なんだっけ、博士がやってくるあのステージはなんて言うんだっけな。ありがとう、矢部くん。あ、思い出した。お試しじゃねえわ。あれ思い出してねえ。今日の運試しだ。そう、今日の運試しステージ。あれがあったらどうなるんだろう。結局、博士に2回会えるってことだから。でも、そんなの過去はあんまなかったもんな。博士2度成功なんてできたら。まあ、もしそんなことができたら、俺多分、サムネにするし。ね。めたい話がね。パワー超人伝。おし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 。弾道がありませんな。なかなかちょっと。おい。どうも、バント丸。なるほど。いいじゃないですか。さあ、そして、あ、いいね。回復きた。ラッキー10。素晴らしい。無事様様。あ、回復さらに来た。やる気も上げられそうな予感。じゃあ、ほいと。7。いいですね。で、それで、こうやって取るだけも取っちゃって、どうしようかな。守備力低いから取りたいし、とりあえず、D ランクのが一つはあった方がいいでしょう。この時点で。体力も温存できてるし、こっからの改造手術だったら、なかなかいいとこ行くんじゃないかなっていう気がしますけどね。ほい。守備超人伝。ほい。まあ、外野、まあそうね。一応、あった方がいいかな。ハテナ、そろそろ来そうだな。ちょっとでも、まあまずは、どうしようかな。ここだけ行く。はい。あ、二つだ。だから合計、挑戦するのは。金縛り。カレンさん来てから金縛りの方が良かったかな。あ、来た！嘘！初手ロックオン？しかし、ここで、宮崎選手がいい感じにこう、なんだろう、ブロックしてるから、遠回りしてくるしかないんだよね、カレンさんは。来れないわけではないんだ、こっち。だから、ちょっと、あ、でも、悪魔になってくるとわかんねえな、いよいよ。あ、来た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 。ちょっとここで歩数調整して、あるいは野球マン来ることを祈るしかねえな。と思っても意外とカレンさん来ねえのな、こっち。すぐには。金縛り解けた。あー、あっちゃった。早い。ちょっと思いのほか合うのが早かった。あー、でも回復。よし。で、コガ。で、おー、ナイスタイミング、野球マン。危なかった。まあ、合ってもよかったけどね、いっそ。そっちか。対角線上みたいな感じかな。まあ、しょうがない。でもよかったよかった。大回復踏んでそれで死ぬの回避したんだったら相当ラッキーですよ、これは。で、野球マンが下の方に来てまた跳ね返りで、あ、よっしゃ、追い詰めた。ラッキー。出会えた。パワーが C、いいですね。あと弾道だな、そしたら。まずここ、ハテナは。よし！でかい大回復。でもハテナが、もう一回行っちゃおう。よーしゃい、よかった。で、ちょっと、もう、このまま帰ろう。持ち帰る。ゴール。体力全開の状態で博士行きましょう。せめて。ちょっと何があるか分かんないからね。近場が良かったな、博士できれば。どこ？あー、これシャッフルかな。
ちょっと宝箱はちょっとごめんなさい、保留で。また今度。まずは、博士に、もう、そそくさと会うことが最優先だから。こっちか。はい。よし、回復。で、下。はい、よっしゃ、やった。オッケー。オッケー、もちろん成功。なかなかいいんじゃないか。さあ、そして、で、宝箱も、まあまあ、近いっちゃ近い。行くか。体力はあるんだよな。ちょっとだから、まあ、野球マン出てきちゃったからな。うまくカレンさん、ものにできりゃいいですけど。1,2,3,4,5。ダメな、奇数だ。くっそ。大回復。あ、それは美味しい。はい。で、ここ行って、野球超人伝がなんか引けない。パワー A。覚醒したね。で、よいしょ。S 行っちゃうんじゃねえかな、これ。あ、こっち行ってみよう。はい。しまった、赤地獄作っちゃった。これはちょっと考えてなかった。はい。あ、回復。あ、なるほど、なるほど。で、こうで、こうか。よし、よかった。カレンさん、物にできた。しかし、まあ、なんというか、これはハテナ3連チャンしかねえかな。ちょっと、逆転を狙って。はい。金縛り。じゃ、まず1人。はい。あ、本人。あ、見とけよかった、能力。本人来たんなら、アイテムカード、総力強化。ここで、あ、様々。よかった、よかった。はい。これ、体力減った方がいいな。あ、5。まあ、5。まあ、いっか。うん。で、よし、来た。はい。はい。さらに逆転を狙って、この果て、一体、1。これ、あれか、エラー回避だけ取って帰った方がいいよな。あー、もう一個取りたいな。どうしよう。でも、そのために赤二つ踏むのもなんか、良くない気がするんですよね。かといって、シャッフル踏んだところで赤がこの量だから、帰った方がいいよな。ちょっと音声ソフトの方に異常が見当たりましたので、失礼いたしました。さてさて、どうしよっかな。まあちょっと話戻って、結局のところこれ赤無理に踏んで、赤は無理、なんか俺普通に帰った方がいい、得策な気がする。危ないもん、ゴール。ちょっと余計なことをせずにこれは普通に帰って、どんなもんかちょっと見ていきましょう。特殊能力だよな、あとは。バントマルと満塁男。まあまあまあ。さあ、じゃあちょっと本人と比較して。どうだ。オットサッカー。おー、ダイダマルか。あ、でも総力 C。肩か。うん。ミート、でも、意外と補給 E とか合ってたんだ。パワーがすげえ上がったけど。なるほどなるほど。まあでもまあ、いいんじゃない？これはこれで面白い選手だ。ということで、完成とさせていただきます。ほい。まあ、そうね、ダイダマルとか欲しく、あればね、また変わってきたんでしょうけど、というわけで完成とさせていただきます。それでは、アップロードしておきましょう。マンゴーこちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、一周回してみて、どんな成績になるのか見ていきましょう。ほい、1年間回してみた結果でございます。防御率が2割6分4厘9本33、あ、防御率じゃねえわ。打率が、2割6分4厘9本 33.4 盗塁。盗塁はしましたね。まあ、とりあえず、まあ、走力 B なんでね。パワーがちょっと上がりました。弾道さんだったら2桁本塁であったのかなっていう感じ。規定打数には到達しなかった模様。ああ、惜しかったなっていう感じ。まあまあ、しょうがない。でもまあ、そうですね。打率も2割6分。ああ、でもそっか。ミートがもうちょっと広かったら行ったのかなっていう感じですよね。バント丸でギダは2回か。なかなかちょっとタイミングがなかったんだろうかな。はい。盗塁4回、併殺4回。盗塁成功率が6割6分7厘。まあ、ほぼ 67% といったところ。66% か。あ、60、どっちもいいや。まあまあまあ。そうですね。ちょっともうちょっとなんかこう試合で使ってくれりゃなーっていうのありました。野手としては、あー、外野で3回か。エラー。ちょっと、そうかそうか。まあ補給いいか。どういうエラーかにもよるけどもね。まあまあ、ちょっとだからもうちょっと減らせればいいかなっていう感じですよね。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。